大イシは台湾高雄市出身の女子バドミントン選手。2011年には16歳6ヶ月で台湾バドミントン選手権で優勝し、最年少優勝記録を更新した。22歳だった2016年12月には BWF 世界ランキングで1位となり、2018年4月に2週のみ、日本の山口茜に1位の座を譲った後、 再び一位の座に君臨している。2017年と2018年のアジアバドミントン選手権大会、2018年のアジア競技、大会バドミントン競技で優勝している。大使英の父親は消防士であり、高尾市バドミントン連盟の会長だった。大使英は小学3年生の時にバドミントンを始めた。2009年には15歳で国際大会に初出場し、 ベトナムオープンで準優勝した。同年7月には台湾バドミントン選手権でベスト8となっている。同じく7月にはマレーシアで開催されたアジアユース U19 バドミントン選手権大会で準優勝した。同年12月には香港で開催された東アジア競技大会に出場し銀メダル1個と銅メダル1個を獲得した。2012年には ヨネックスオープンジャパンで優勝し、BWF スーパーシリーズの最年少優勝者となった。なお、2013年には、タイのラチャノック・インタノンが最年少記録を更新し、また同年には、日本の山口赤根にも抜かれている。2012年には、台湾オープンでも、決勝で、インドネシアのリンダウェイにファネトリを破って優勝した。2013年の台湾オープンでは、決勝で、 韓国の聖地圏に敗れた。同年の BWF スーパーシリーズファイナルズには第8シードとして出場し、準決勝では第1シードの中国の大手機関を破ったが、決勝では中国のリユキに敗れた。2014年アジア競技大会では3位となり、同大会で初めてメダルを獲得した台湾人バドミントン選手となった。同年の香港オープンでは決勝で 日本の奥原希望を下して優勝した。同年の BWF スーパーシリーズファイナルズには第6シードとして出場し、準決勝ではインドのサイナネワールを決勝では韓国の聖地県を下して初優勝した。2015年のシンガポールオープンでは第5シードとして出場し、第4シードの大田志寛などを下して決勝まで勝ち上がったが、決勝で 中国の孫悠に敗れた。同年の BWF スーパーシリーズでは優勝することができなかった。2016年6月のインドネシアオープンでは決勝で中国の大田田士官を下して優勝した。同年8月にブラジルのリオデジャネイロで開催された2016年リオデジャネイロオリンピックのバドミントン競技には第8シードとして出場したが決勝トーナメント1回戦で インドのシンドゥプサルラに敗れた。世界選手権を欠場してまでユニバーシアードに出場した大使 A2016 年11月の香港オープンでは決勝でインドのシンドゥプサルラを下して優勝した。同年12月には台湾人選手として初めて BWF 世界ランキングで1位となった。同年の BWF スーパーシリーズファイナルズには第一シードとして出場し、 決勝では2年前と同じく韓国の聖地圏を下して2度目の優勝を飾った。利益に続いて、同大会で複数回優勝した2人目の選手となり、また、同大会で3度決勝に出場した初の選手となった。2017年シーズン開幕前には、同年8月にスコットランドのグラスゴーで開催される世界バドミントン選手権大会を欠場すると発表し、 その代わりに、同時期に、台湾で開催される2017年夏季ユニバーシアードに出場すると発表した。台湾でユニバーシアードほどの規模のスポーツ大会が開催されることは稀であり、台湾勢の好成績を世界に印象づけたい狙いもあった。大使への決断を、蔡英文台湾総統も称賛し、同年のスポーツエリート賞では特別功労賞を受賞した。 BWF 世界ランキング1位でスタートした2017年シーズンは3月の全英オープンでは決勝で大のラチャノック・インタノンを下して優勝した4月にはマレーシアオープンとシンガポールオープンで2週続けて決勝でスペインのカロリーナ・マリンを下して優勝した同じく4月に中国の武漢市で開催されたアジアバドミントン選手権大会では 日本の山口茜を下して優勝した。アジア選手権では台湾人選手として初の優勝だった。これによって出場した6大会連続で優勝するという快挙を達成している。9月の韓国オープンでは2回戦で、同じく9月のヨネックスオープンジャパンでは1回戦で敗れた。2018年4月には67週連続で保持してきた。 BWF 世界ランキング1位の座を日本の山口茜に譲ったものの、同じく4月のアジアバドミントン選手権大会で優勝し、わずか2週間の陥落後には1位の座を奪い返した。同年7月から8月に開催された世界バドミントン選手権大会には第1シードとして出場したが、準々決勝で第6シードの中国の何表強に敗れた。8月に、 インドネシアのジャカルタで開催された2018年アジア競技大会では決勝でインドのシングプサルラを下して優勝した。同年10月のデンマークオープンを終えた時点のランキングポイントは10万1517点であり、女子では中国の利益以来となる10万点超えを達成した選手となった。同じく10月のフランスオープンでは 準優勝して10万1644点とし、かつての利益を上回って、歴代最多ポイント記録者となった。2018年台湾オープン2016年、リオデジャネイロオリンピックにおいて、大使鋭は、台北バドミントン協会の共賛企業である、ヨネックスから提供されたシューズが足に合わなかったとして、個人スポンサーのビクタースポーツのシューズをロゴを隠した状態で履いて、 試合に出場した。これによって大会後には大使への行動の妥当性について台北バドミントン協会との間で議論が起こった。ありがとうございます。